どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはジャスト謎解き2。様々な素材を調合してエリクサーを作ることを目指す謎解きワールドです。ワールドに入るとそこは魔女の家、壁の方には物語のあらすじが書かれています。プレイヤーの目的は魔女がいないうちにエリクサーを作ることが目的となっており、メモにあるレシピを参考にフラスコに素材を入れて薬を作っていくことになります。手順としては、まず試験管に素材を入れた後にフラスコに注いでいくことになります。フラスコの中身はメモに表示されますので、レシピを確認しながら素材を注いでいきましょう。十分素材を注いだらフラスコを振ってみましょう。条件が合っていれば調合成功となります。最初のうちは家の中だけで行動することになるのですが、途中からは外に出てレシピのメモを探したり、素材を集めていくことになります。後半になればなるほど調合に必要な素材が増えていき、割合も複雑化していきます。メモの取得や謎解きの進行具合は共有されますので、素材集めなど協力して行動していきましょう。ものによっては、レシピやメモの内容を頼りに書かれていない素材の調合を行う必要があります。関連するレシピなど作ったものはエリクサーのレシピに表示されますので、それを参考にしていきましょう。素材を作ることでメモが追加されたりもします。作れるものは作っておくといいでしょう。こんな感じで素材をどんどん調合してエリクサーの完成を目指すクエスト対応ワールドです。調合の割合などもあってボリューム満点となっており、人によってはクリアに3時間かかったりします。クリアできればそれまでのタイムが表示されます。RTA などをしてみてもいいかもしれませんね。てな感じでエリクサーの完成を目指す謎解きワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。